はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。スーパーロボット対戦 V2 周目、続きをやっていきたいと思います。とりあえず分岐のところまでは、ダイジェスト版で、お送りしていきますので、ちょっと話の方が、知りたいという方は1周目の方をご覧いただければと思います。じゃあ第3話、流星の記憶。初めてのワープを成功させ、木星圏に到着した一行。木星帝国の基地に先行したトビアたちは、そこで伝説のエースパイロットアムロ・レイのバイオ脳を搭載したモビルスーツと交戦する。その力に苦戦するものの、トビアの奇策と救援に現れたキンケドゥの活躍によりバイオ脳は撃破される。この戦いで木星帝国の脅威は消えたが、木星にはガミラスの基地もあることが判明するのであった。ということで、ここまで終わらせてます。なので分岐の下のところですね、次進んでいきますので、ちょっと4話の方は、第4話、木星戦線異常あり。木星圏に持ち込まれた浮遊大陸にあるガミラス基地を攻撃するヤマト。その作戦の最中、バングレーの制御 OS であるシステム99が目覚める。敵の第一陣を退けたヤマトであったが、さらなる敵の出現に対して沖田は波動エネルギーを応用した兵器波動砲を使用する。浮遊大陸ごと敵基地を壊滅させたヤマトであったが、その一行はその脅威に戦慄するのであった。じゃあ第5話ですね。再開の表現。波動エンジンの修理に必要な資材を得るため、木星の惑星エンケラドゥスに向かった一行。古代はそこで兄マモルが艦長を務めていた駆逐艦雪風の残骸を発見し、さらにメタルビーストの襲撃を受ける。その危機を救ったブラックゲッターとグレートマジンガーが自分たちとは別の世界から来たことに一行は驚愕するのであった。では第6話、冥王の落日。地球へ降り注ぐ優勢爆弾を止めるため、一行はガミラス冥王星前線基地の攻略へ向かう。基地司令シュルツの用意した反射衛星砲によってヤマトは危機に陥るが、機動部隊を先行させ基地の機能を停止させることに成功する。シュルツを逃がすために決死の覚悟で向かってくるザルツ人たちを打ち破り、ついにガミラスの太陽系最大の拠点である冥王星基地は陥落するのであった。第7話、交差する宇宙。航海の無事を祈り、太陽系赤道祭を開催する一行。太陽系を抜けた一行であったが、そこに決死の覚悟のシュルツが襲い来る。ガス生命体と恒星の炎に挟まれて一行は窮地に陥るが、現れたセツナとティエリアの協力と波動砲を使った戦術によって危機を脱する。戦いの後、自分たちが別世界に転移したことを知ったセツナたちはヤマトに保護されるのであった。では第8話進んでいきたいと思います。一応ここの分岐は男性主人公と女性主人公の違いで分かれるのかな。まあ、ここら辺のやり取りは多分一緒ですね。ヤマトって燃料とかマジ何使ってんだろう。船に乗ってるね、軍人さんとかね、休日とか結局は船の中で過ごさないといけないからね、大変だよな。航空待機控室。
まあ、一応刹那とティエリアがこっちの世界に飛ばされてきたところですね。ガンダムの意味、やっぱり地球と宇宙なんだよね。今の新生歴ってさ、大体モビルスーツ配備されてんの？何の話があったの？戦術の話。まあ、そりゃ戦術長に話すんだから戦術の話か。いや全然違うしね。職場内恋愛はね、ちょっとね、うまくいってる時はいいけどさ、別れた後とか大変だよね。あなたもガンダムなんだな。嬉しいか、そんなこと言われて。さてこれで出られなくなってみたいな、ここら辺の下りはほぼほぼ一緒だね。ワープを継続中。ワープを継続中だから電力ってどうなってんだ。
とりあえず一旦ユリーシャが出てきたのか、自動広報室から。第8話ガミラスの使者。超空間通信は使用できそう。次元の狭間。サルガッソウ。まあ、自動広報室自体に異常はなかったけど、付近に異常があったよね。1対1だったら圧倒的にこっちが上なんだ。ガミラス人。あれ背の大きさとかって一緒なんだっけ？ゼントラーディとかめちゃくちゃでかいんだよね。まあメルダもね、女性キャラだからね、一応使ってはいける。いいような翻訳ができるっていう。植民制、もう植民地じゃなくて植民制なんだね。星単位だから。
あれこの件って結局どっちが先に仕掛けたとかよく分かんなかったよね。ガミコーのことを分かっちゃえってお前らも別に分かんねえだろ。こっちだっていっぱい落としただろう。結局そこに行き着くんだよね話は。イノベーターと呼ばれているってさ、イノベーター全然いないしね。ニュータイプの方が多いよね。重要な要件。シシャコちゃんどういう名前だよ。
こっちの方が掃除気が利くね。好意を持っているのですか。お兄ちゃん、結局理解できたの？まあでもじゃあどうすんのっていう話だよね。そういや上の方にいるね。一周目下の方にいたと思ったんだけど。こいつらいつからここにいたんだろう。そうか、ここで多分ガーディムが出てくるからその話がちょっと違うのかな。じゃないと分岐させる意味がないからね。次で分岐すればいいじゃんっていう話だから。牽引ビームって何の？ビームで引っ張んの？総会長、総監を戦術長に回せ。総監、戦術長に回します。以上で全閉鎖、統制注入器作動、安全装置解除、エネルギー充填 120%、 ターゲットスコープオープン、昇進、誤差修正プラス2度、対ショック、対先行防御、レゲークロスゲージ0-20、
照準固定。発射まで3、2、1。波動砲発射。波動砲ターン。この穴ってどれくらい持つんだっけ？そうだね、下から出てきてるね、やっぱり。まあ機械だからね。一人だけグーリーだっけ。まあ所詮はアンドロイドだけど。そうすると結局ヒュッケバインじゃなくてグルンガストしか出せないと。確かにどうしたんだ、一人で戦うことになるぞ。僕たちでやりましょう。いや、君はできないよ、残念ながら。よし、全力で行くぜ。突っ込もう、もうこれは一人だとね、絶対ヤマトの方に向かってくやつがいるからね。あとは前期がこいつに攻撃してくれればいいけど、絶対ヤマトに向かって敵がいるからね。圧倒的に女性の数が少ないな。そう思うと掃除でやってた時ってロッティこう1点だったんだ。ここまで
現実を受け入れろ。とりあえず女性出撃してくれ。さすが沖田艦長、賢明な判断だ。この機体はな、全く鍛えられてないからね。ま、倒せるやつはどんどん倒していこう。換気はなしか。7900集中かけておこう。一応超弱いんだけどじゃあこいつはティッツに任せて、そうか、強いのか。全然強いとは思わないけどな
とは町でいいかね。遠くのやつから攻撃していこう。とりあえず 0% か。全然余裕だな。まあ本当だったらね、撃墜数を稼いでないやつに倒させたいんだけど、まだまだそれができる余裕がないからね。で倒して、撃墜数少ないな。一機残るか。男性陣楽だよな、全く出撃しないでさ敵を倒してくれるなんて。どっから送り込んできたんだ。ここの空間に自由に入れるのかな、ガーディムは。機体がさ、結構遠いところにいるけど回収できるか。帰投させろっていうか、めっちゃ遠いんだけど帰れませんって。はやっ。気を抜かない方がいい。
そんな時にお前は入ってきたのか。待機中じゃないのか今は。まあ、とりあえず出てきて、もう大筋は変わらないね、話の。ゲシュタムアウト。この缶だけ沈むって盾になってくれたからか。木星帝国の人たちってどんくらいいんだろう。結構たくさんいるよね。はい、というところで第8話終了しましたけれども、まあ、とりあえず分岐したとはいえ大筋は変わらないですね。この先をちょっと見てみると、上が大宇宙の墓場。あ、そうか、そんなんだったね。で、これ同じだな。あと残りの3話がというところかなといったところですね。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。